前回ね、ゴールド隊からスタートして、まあ、ソロマス、ちょっといけるんじゃねみたいな。ちょっといけるとこまで行ってみようかみたいなことを言ってたんですけど、これ、あと一回負けたら、ゴールドに戻るってことだよね。つまり、これ、僕負けたら、適正ゴールド隊ってことですよね。大会のポイントゴールドでいいですかね、これ。ね、前回ね、潔くソロマスとかね、サムネにしちゃったけどね、ちょっと、もう、パート2で、なんか終了しそうな感じがしてきましたけども。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。絶賛、プラチナ隊の崖っぷちでございます。でね、動画とね、全く関係ないんですけど、ちょっと福岡に旅行に行ってまして、ガンダムを見に行ってきました。福岡に実物大のニューガンダムがね、今あって、ちょっとね、見に行ってきました。僕はね、実はね、3歳の頃からめっちゃガンオタで、お父さんがもうファースト世代なんですよね。で、ファーストの劇場版を3歳の頃に見てからもう、がっつりハマって、で、高校生ぐらいまでもうガンプラとかね、もうめっちゃ買いまくってたんですよ。小学校入る前からもうプラもね、ガンプラ作り始めて、もう何百体も作って、もう家ね、実家ね、ガンプラだらけなんですけど、いやー、実物大ガンダムね、いやー、でかく、ニューガンダムね、その20メートルちょっとあるんで、ちょっとでかいんですよね。久しぶりにね、ガンプラ買っちゃって、今度ね、マジで僕がただただガンプラ作るだけの配信をするかもしれないです。で、今回はね、その、カラーリングもちょっと違ったりとか、あとね、そう、支える、機体を支えるのに、ちょっとね、どうしてもね、劇中の巨大フィンファーメルのじゃあバランスが悪かったりとかするから、あとニューガンダム自身もね、ちょっと、背が高いんですよ。だから、後ろにね、巨大なフィンファーメルを、ロングレンジフィンファーメルっていうね、新しい。エペね、4日5日ぶりかな。そして、大丈夫か、スケベくん。ん？お！うますぎー、ヘッドショット。さあ、結構もう近くまで来てますね。いやー、これ、大丈夫か？大丈夫か？味方、ナイスダウン、ナイスダウン。死ぬー！でも割ってる、割ってる。割ってるぞ。いっちゃおう。ナイス！おい、2アシスト、2アシスト。いいね、いいね。危ねえ。わあ、初動ファイトマジで危ないって。皆さん、このカーの弾管理どうしてます？そのライトアモか、ヘビーアモか、みたいな。いやー、順調だね。これはもう、ゴールド大丈夫そうだね、もう。敵がいるっぽいっすね。敵さ、外にいるんだけどさ、出なくてよくね？これ思ったんだけど。え、開けんの？開けちゃうんや、開けちゃうんや。あー、危ねえ。あ、待って、違う、これなんか違う、違う、これ違うやつ、違うやつ。おい、最悪、ちょっと待って、まずい、これまずい、やばいって。ねえねえ、ホライゾンのスキルの方に引っかかったんだけど、おい、最悪、おい、マジで言ってる。あ、まだ大丈夫だった。まだ大丈夫だったわ。もうギリギリのギリやわ。これ本当に、次負けたら本当にゴールドだよね、これね。いや、でもなんでホライゾンの方あそこ耐えちゃったんだろう。確かね、緑のジャンプで普通に脱出できるんだよね、簡単に。まさかの味方のホライゾンのスキルの Q の方に引っかかって、ふわふわね、遅く上がっちゃうっていう事故が起きましたけど。味方さん、敵います。敵います。隣に敵います。敵います。いや、多分、今入ったら確実に来ると思うんだけど。マジで今やるの？買いまくるのあんま好きじゃない。もう絶対敵来るよ、これ。絶対敵来るって。ほら、言ったじゃん、敵来るって。どうするんだ、これ。脱出できるんですか？いや、もう脱出しなくていいんじゃない、これ。開けなくていいよ。まだ開けなくていいよ。まだ開け、行くのね、行くのね。よし、行こう行こう行こう。ああ、嫌な予感するな、俺。ああ、すごく嫌な予感する。あ、すごく嫌な気持ち。空爆撃てるかな、味方さん。ああ、ほら、言ったじゃん。だから言ったんですよ。絶対開幕やらない方がいいって。絶対やらない。もう、絶対もう。ああ。ゴールドでーす。適正ゴールドでーす。終わりでーす。これは、つまり僕、大会のポイントをゴールドで適正ってことですよね。それって。
さあというわけで、戻ってまいりましたプラチナ対、多分この試合1位とか取れば多分プラチナ3になると思うんだけど、そういえばありがたいことに復帰後の初エイペックス動画が10万再生いきました。ありがとうございます。いやーなんか本当にありがたいですね。なんか長期間上げてなかったし、でもうなんだろう、エペの投稿者いっぱいいるじゃないですか。本当にその中でも僕のエペ動画を見てくれる人がねまだこんないるっていうのは本当、いやありがたいことっすね本当に。最近ね僕がね本当思うこととしては、なんかやっぱゲームに依存しない、やっぱ自分の個性を出して動画投稿していくってのは本当にやっぱなんか改めて重要だなっていうのは思ってて、でっていうのもその僕昔からね、まあ昔はそのコールオブデューティーの上手い動画をとりあえずバンバン上げてればよかったんだけど、まあ今コールオブデューティーまあ死んじゃってます。まあ今年の新作がねかなり良さそうだから、またちょっとそこで盛り上がりたいとは思ってるんだけど、 COD の上手い動画上げるだけじゃ生きていけない感じになってるから、やっぱりこうあんまり喋らずにスーパープレイだけを上げるっていうフェーズはもうとっくに終わってるなとは思ってて、やっぱこう他の人と差別化するにはやっぱ顔出ししたりとか、あと喋りもそうだと思うんだけど、喋りを磨くことも大事だと思うんだけど、だからね本当ね今ね昔の僕みたいに、まあ、プロ選手で若くてで動画投稿もしてますっていう人はね、本当ねゲームが上手いだけでやっぱ生きていける期間ってめちゃくちゃ短いですね本当。だからその後はこう喋りだったり、まあ人としてのこう魅力を磨くことはやっぱ大事だよね。多分僕ねプロ選手出身の投稿者で多分一番いろんな動画上げてると思う。料理動画でしょ？筋トレ動画でしょ？ルーティン動画でしょ？あとはな、たまになんか海外の e スポーツ考察系も上げたりとかして、多分ね、いろんな動画意外と上げてると思うんだよな。そして今はね、ガンプラ配信をしようとしてますからね。まあ、なんかまあ本当、ただ自分が好きなことやってるだけなんだけど。まあ今度久しぶりにカネキンさんのジムにも行って筋トレもしようかなと思ってます。いややっぱ筋トレは楽しいですね。カネキンさんのジムマジでテーマパークですよ、ほんと。もう遊園地に行ってる気分ですね。ラッシュプリーズ。ラッシュプリーズ。お絶対パッとよ。てか絶対パッとよ。絶対パッとか。絶対パッとよ。あれ、パッとで悪いか？いやなんかありがたいっすね。なんか結構、その僕、こうね、ランクソロで回してて、あ、グリードさんですか？本物ですか？って結構聞かれるんだよね。でも僕、そんなエペね、まあ他のエペの投稿者さんと比べたら上げてない方だし、まあ休んで長期間上げてなかったしね。よし！結構難しい。よし！ナイス！オーケー！完璧や！完璧か？これ。50カット。ナイス。格殺しとこう。バルキリー死んだ。ベッチ来た。これ止められてるわ。これ止める？これ。あ、無理かも。あ、下くでした。削った。オッケー、ナイス。2回振りナイス。オッケー、終わり。外見よ、外見よ。気をつけて。ナイス。やばい、入り組んでるな、ここ。下も、うまい。あ、でも下がった。
あと25秒、ね、あーごめん、いやー厳しかったな。一回これはポータルで外に出るっていう手もあったのかな、多分。ワンチャン生き残れば2位あるぞ、2位あるぞ。頑張れ頑張れ、繋いでくれ。え、これワンチャン外行ける？あーどまい、うー、でもこれで、プラチナ、あ、3位いかない、プラチナ3いかない、ギリギリいかない、なんやねまあとりあえず、プラスの方には持っていけたんでいいでしょう。でもどうだろう、意外と いけるかな。ソロダイヤぐらいはいけそうっすかね。うん、まあちょっともうちょいやってみますわ。はい、というわけでよかったら今日の動画もぜひグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun.